藤の国総研研究員久保ひとみ、県民代表として日夜県内を駆け回っている。本日の指令、遠州灘ではこの時期うまいものがたくさん取れるそうだ。それが何なのか調査してほしい。藤の国県民愛。浜松市の舞坂漁港にやってまいりました。この時期にしか取れないものって一体何なんでしょうか。それはトラフグ。このトラフグ、全国で水揚げされるうち天然物は1割に満たない数。遠州灘では平成のようになってたくさん取れるようになり、今や天然物の半分が遠州灘で取れたトラフグなんです。静岡県がトラフグの本場だったなんてご存知でしたか。全体的に大きいんですよね、で味もやっぱり小さいサイズよりも大きいサイズの方がいいということで、味は保証できますよね。なので今年の方がね、さらに取るばかりでなく育てることも。静岡県温水利用センターではトラフグの赤ちゃんを育てて漁師さんたちが放流、漁獲の安定を図っています。関係者の皆さんの努力と意欲のおかげで私たちも美味しいトラフグがいただけるんですね。そして久保研究員が向かったのはこちらのお店、浜名湖のほとりにある和の佇まいの料理店タスケ。店内にはイケス、そこにはトラフグ。いただくのは当然遠州灘の天然トラフグ。七色に光っています。見てください、この色ツヤ綺麗ですよね。久保さんだけ？僕のは？コリッとした食感と噛んだ時の甘み、最高に美味しいですね。この遠州灘のトラフグ、評判はいかがですか？非常にいいですね。やはり前坂港で揚がったものをですね、浜松で召し上がっていただくというのが坂井七にとってもストレスを与えませんので、最高に身の締まったいいフグが召し上がっていただいております。平成15年に遠州灘天然トラフグのブランド名で旗揚げ、去年静岡食セレクションに認定されました。全国や海外におすすめできる一品なんですよ。遠州灘天然トラフグは静岡県の自慢の一品。フグを食べて福を呼び寄せましょう。今月は三日日青島みかん5キロを5名様にプレゼントします。応募方法はご覧の通り。なお番組ブログからも応募できます。県民愛をクリック。富士の国県民愛は静岡県広報課がお送りしました。